皆さんどうもこんにちは。皆さんはボーリングのシューズの手入れをしていますか？今日はそんなあなたに手入れ方法をご紹介いたします。まず金ブラシです。まあ、1000円ぐらいで、メーカーさんによっては800円ぐらいから売っているので、この金属になっている金ブラシを使います。でシューズのこの滑るパーツのついた利き足の利き手の逆側ですね、左足滑る方のパーツのこういうふうに軽くこすります。こういったこびりついた汚れのところをこういうふうにすると綺麗に取れます。でこの程度ならどうもないですが、投げていて引っかかったりする、もしくは少し分厚くなっているという場合には、ぜひそういった面をこすってみてください。そうすることにより、さらにスライドしやすくなります。もしこちらの方も気になる場合は、こちらの方もこすってみてください。で、そうすることにより、裏の汚れも、こういう感じで少し綺麗になります。で反対の逆側の方もこういったもので傷がいくので、まあ傷がいってもいいという方は多少こういうふうにこすってみましょう。そうするとこちらもへばりついた汚れがなくなり、足にグリップが復活しますので、ぜひ試してみてください。でこうすることによりこのホコリ汚れや土汚れが少しマシになります。でこちらの裏のかかとのソール部分も気になる方は、まあ、普通にこんな感じでいいのでこすってみましょう。で最後までご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみにください。